さても出ました私の飲みかけ通りの弱体でよこいよい。とてもうまくもやれないけれど、今日は楽しい八尾祭り、ところ八尾のど真ん中、大神寺のこの場所お借りいたして、皆様と共に楽しくやりましょう。ちょっと足元悪いけれど、私の顔の良いのでカバーいたしてみなさいよ。楽しく陽気に踊りましょう。では私のふるさと河内のさ、
春アルミの頃が幼なじみの優しい男そのまま繋げトラジロと怪しい中身となりまして今で言うなら不倫というが明治時代はそうじゃない秘密は重大でそんな怪しいのを連れてから河内も面も落ちで染めた今は昔の物語住人きりの一席をこれからぶつぶつつづりましょう天候は明治の音頭さてもこの場の皆様大な遠いとまでましたるまた苦しみのもとトンボの尻尾を切ったようなかける林もまた面白いありゃりゃんこりゃりゃんどこいしょどこさえのせたらよよいとよやまたどこさえのせこんな調子で踊り出す水分神社の森の陰二人の男女がイチャイチャと久しぶり山内さん久しぶり山内トライアルにしばらく会わなきゃトライアルになぜか体がほっててならぬ冷まして遅れよトラちゃんとイチャイチャ話をしている時やってきましたこの人が住人きりの主人公その泣きどの馬太郎おう誰や思たらおるやないかいああんた何があんたじゃいWhat's up?
さんでいると言われたことは二度三度あることあったな。この俺はうちの子に限っては絶対ないよと信じていた。要はお前の好みでしっかりと見たぞ。このは本当だよ。どついてただどないさらすと言うんじゃ。あ、おかん、何がおかんじゃ。ほら、うまんだろ。ありがとうございます。